そして今日はスタジオにゲストを迎えしています。アーティストの川西智美さんです。よろしくお願いします。お願いします。笠井です。ごめんなさい。笠井智美さんです、はい、ごめんなさい。私もわかりづらいんですけどねいつも言われるので。笠井智美さんを迎えしています、はい、よろしくお願いします。では簡単にですね、笠井智美さんのプロフィールをご紹介させていただきます。はい、はい、笠井さんはアイドルグループ AKB48 の元メンバーで2期生として加入し、はい、昨年の5月に卒業。はい。卒業後はグループ在籍時の2012年から行っていたソロの音楽活動を中心に行われており、現在までで4枚のシングルをリリースされています。はい、そうなんです。プロフィールでもご紹介しましたが、うん、はい、笠井さん、AKB48 の元メンバーで、そうですね、2期生でオーディションに受かった時ってどうでしたか？そうですね、お姉ちゃんの付き添いでオーディションに行ったっていう形でオーディションを受けたので、はい、まずいなと思いましたね。なんて言うんだろう、アイドルとかを目指してたわけではなかったので、はい、目指してなかったっていうか、なりたくないとかそういうことじゃなくて、はい、なんか、もう想像してなかった。自分がその芸能界っていう場所に入ることを別に眼中になかったっていうか、はい、まさかその入ると思ってなかったので、普通に過ごしていくと思ってたので、逆にその意外すぎて、はい、なんで自分が受かったんだろうと思って、なんかこう、もしそのすごいやる気満々でみんな受けてたりする子がまあ多いじゃないですか。はい、その子たちとかにバレたら怒られちゃうかもと思ってちょっと怯えてましたね。でもね、まさかその受かってしまったオーディション。そうなんです。実際にその AKB48 に入ってみてからはどうでしたか？そうですね、なんか今までこんなに怒られたことないっていうぐらい怒られて、もうすごい、最初1ヶ月ぐらい練習期間があったんですけど、はい、その時はもうケチョケチョに言われて、こんなに怒られたことないと思うし、はい、こんなに一生懸命やったこともないっていう風に思って、それが逆に楽しくて、うん、なんかあんまりそのカッコつけて一生懸命やることってしない世代だったんだと思うんですよ、はい、なんかやっぱ小学校の時とかもそんな先生でも怒られないし、はい、中学校入って中学2年生の終わりぐらいにオーディションに受かったので、うん、ちょうどこう思春期なのかな、なんかこう運動会とかも、はい、なんかめんどくさいとか言って言う年頃だったんですよね、きっと。なんかこうあんまり一生懸命やることをかっこいいと思ってなかったと思うんですけど、うん、一生懸命やるのってすごいいいってその時に思って、うん、でなんか逆にハマってったっていう感じですかね。でもそのダンスとか歌のレッスンってあったんですか？あります、はい、最初の1ヶ月は本当にもう基礎レッスンっていうので、はい、最初こう16ビートを取るところからスタートっていうので、ダンスの基礎と、はい、歌の基礎っていうところから教えてもらって、うん、その歌詞をどういう風に見て、なんて言うんだろう、どういう風にじゃあこの表現をするんだっていうのとかも、はい、すごい掘り下げて先生が教えてくれたので、うん、歌詞一個一個読んでもうその子になりきってやるっていうのをすごく学んだので、はい、その1ヶ月がすごい重要な1ヶ月だったと思います。へえ、うん、でもそういう個人のまあレッスンもありながら、はい、AKB48 ってもちろんね、女の子の集団じゃないですか。そうですね、うん、そういった苦労ってありましたか？楽でしたけどね、女の子の集団なので逆に変にその例えば気を使わなくていいし、はい、私たちに規制は結構体育会系だったので。あ、そうなんですか？なんかこうみんな裸になってギャーってこうなんか追いかけっこしたりとかもしたし、はい、すごいなんか男っぽい感じで、でもなんかこう何でも相談できるし、はい、本当家族みたいな感じだったので、うん、まあもちろんそのすぐそんなにみんなが打ち解けたかって言ったらそうじゃないと思うんですけど、はい、私たちの場合2期生だったので、うん、1期生のみんなで追いつくにはみんなで一生懸命頑張らないと絶対無理だっていうのをみんなが思ったので、はい、そのみんなで一生懸命1期生に追いつこうっていう、うん、その精神があったから多分団結できたと思うし、うん、だからこそこう心を開いたりとか、うん、一緒にこう家族になるのも早かったと思いますね。でも家族のようなね、友達のような、はい、その仲間がいた AKB48、はい、今はそのね卒業されてソロとして活動されてるじゃないですか。はい、はい、そうなんです。なんかこう違ったこととかってありますか？全く違いますね。やっぱグループとソロだとやっぱ責任感の感じ方とかも違うし、はい、うん、そのプレッシャーの感じ方もまた違ったりとかして、はい、もう8年ぐらい AKB をやってたので、うん、いろんな AKB を見れたと思うし、いろんなことを経験できたと思って、はい、もう一通りその AKB で
その体験したかったこととかやりたかったことっていうのは見れたかなっていうふうに思って卒業できたんですけど、うん、でそれからまたソロがスタートすると全然違くて、またソロはだから新しい風景をまた見始めてて、はい、同じ場所に行って同じとこでライブしても多分全く違う感じになるんだろうなって思うし、それは逆に新鮮ですごく楽しいですね。へー、たまにこう寂しくなっちゃうなっていう時はあったりします。確かになんかこう楽屋とか一人だと寂しいなって思いますね、はい、いつもすごいギャイギャイしてて、あの逆にみんなといる時とかは、はい、あのヘッドホンとかつけて音楽聴いて、うん、こう一人の時間っていうか、みんながいるんだけど一人の時間みたいなのがすごい好きだったんですけど、はい、今は逆にこうメイクさんとかと話して一人でワイワイしてるので、そういうとこはやっぱ全然違うので、最初慣れるまでは半年ぐらい寂しかったですね、はい、楽屋が。へー、うん、でもこういろいろな思いがありながら今もソロとして活動されていらっしゃいますもんね、はい、ではそんな笠井さんなんですが、あの昨日4枚目のシングル今サラサラをリリースされました、はい、ではここでその曲をお聞かせください、はい、曲紹介をお願いします。はい、聞いてください、笠井智美で今サラサラ。お送りしたのは昨日リリースの新曲今サラサラでした。露木まどかがお送りしています 79.5FM ナックファイブもなか、今日はゲストに笠井智美さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。では今皆様にもね聞いていただいた新曲、はい、今サラサラなんですが、はい、あの切ないラブソングに仕上がっていますよね。そうですね、切ない感じですね、片思いの、うんうん、改めてどんな曲か教えてください。はい、そうですね、もう男の子目線にはなってるんですけど、はい、こう恋心に気づいた時にはもう今更だったっていう、うん、なんかこうかなり切ない感じなんですけど、はい、ちょっとこう草食系男子みたいな感じで、うん、なんかこうまあ肉食系だったら多分それでも気持ちを伝えるんでしょうけど、はい、うん、今の関係が崩れるんだったら今の距離感がいいのかななんていうふうに悩みながら恋してる男の子っていう感じですかね、はい、あ、こう女性がねその男の子の気持ちをこう歌うでまたこの響くんじゃないかなと思うんですけど、はい、あ、そうですね、うん、なんかあのキモさん歌詞って男の子目線とか僕はっていうのがすごく多いので、はい、もう私は慣れてるのであんまり深くその男女についてだあのこう男の子目線だからどうとかいうふうに思ったことはないですけど、うん、でも確かに男の子目線なので男性の方が聞いた時に、はい、あ、こんな恋愛したなとか懐かしいなっていうふうに思ってもらったり、うん、今そうだなっていうふうに思ってもらったりできるのかなと思いますね。はい、ではですねここであのリスナーさんからメッセージいただいています、はいはい、ラジオネームいちたかさん、はい、あの新曲のここをぜひ聴いてほしいというところはありますか、歌詞とかっていただいてます、はい、ありがとうございます。そうですね、一番聴いてほしいのは、はい、あの2番のサビが終わった後に D メロの部分があるんですけど、うん、ちょっと曲調が変わってそこだけ、はい、私こう基本的に曲の D メロってすごく好きで、はい、こう雰囲気が変わってぐっとその最後の大サビに向けて盛り上がるところかなって思うんですけど、はい、今回もそこがすごく好きで、そこで逆に感情がちょっと爆発して、はい、こうすごい好きなんだよっていう、でもこう後悔してる部分とかがすごくぐっと出てる部分で、うん、あのかなり歌い上げてる部分ではあるので、うん、そこはもうライブとかでは本当に感情的に歌ってるので、ぜひ聴いてもらいたいなと思いますね。聴きどころはここですね。はい、お願いします。そしてあの先ほどのお話にも出ていましたが、あのこの歌詞秋元康さんが書かれたということなんですけど、はい、そうですね、この歌詞を改めてその目にした時の印象ってどうでした？そうですね、最初は楽曲をもらってでそこから詞を待ってた状態だったんですけど、はい、楽曲自体はすごくこう爽やかでちょっとポップな感じがあってっていう感じだったので、うん、はい、まあ、どういうのが来るんだろうって思ってたら、うん、秋元さんらしい爽やかな曲、ポップな曲にあえて切ない歌詞を持ってくるっていう秋元節みたいな感じで私は思ってるんですけど、結構そういうのが AKB でも多くって、ポップにみんなで笑顔に歌ってるんだけど歌詞をよく見てみるとすごく切なかったりとか、すごい恋心を深く書かれてたりとかするのが多くって、そこが私はすごく秋元さんの詩の好きな部分でもあったので、秋元さんの得意分野というか秋元さんらしいあの歌詞をもらえたなと思って、はい、私はすごく嬉しかったですね。もちろん歌い上げる時はもうこの男の子になりきってるんですか？そうですね、なりきってますね。はい、ではこの、秋元さん、はい、が歌詞を書いてくださったということなんですが、はい、普段って、まあ、どんな存在ですか？ど
どんな存在、まあその何でも相談に乗ってくれますし、はい、ちょっとしたことでメール送ってもこうなんじゃないってアドバイスをくれたりとか、はい、まあ普通になんかスタンプ1個みたいな感じで、うん、あのスタンプで返してくれる時もあるし、すごく気軽にこう相談に乗ってくれるので、はい、それはすごくありがたいと思うし、はい、ずっと秋元さんのプロデュースで最初から最後までやっていってるので、まあ最後まだ終わってないですけどやっていってるので、はい、あの秋元さんの歌詞も大好きだし、うん、だからまあもう生みの親というか芸能界のお父さんみたいな感じはあるかなって思いますけど、なんかすごい怖いイメージがあるみたいなんですけど、はい、結構あのなんかこう部長面というか、いつも腕を組んでてちょっとこうブスッとしてる感じに見えがちなんですけど、はい、あのそれが普通のいつもの顔で。あ、そうなんですか。でもあのすごく面白い人で、一緒にご飯食べてると、はい、なんか大体みんなを笑わせてくれたりとかするし、すごく穏やかな感じの人なので、はい、打ち合わせの時とかはやっぱすごくこうピリッというか、やっぱオーラを感じる感じの、穏やかに喋ってるんだけど、はい、なんかこうドキドキするというか、こうハラハラするというかっていうのはありますけど、でも基本はすごい穏やかな人で、すごく優しいし、はい、私たちメンバーには本当に優しくしてくれてるので、うん、周りのスタッフさんに秋元さんはメンバーに甘いとか言って、逆に怒られたりとかするぐらいすごく優しい方なので大好きです。へー、はい、私もあのちょっと怖い方なのかななんてね、そうなんですよ、勝手に思っちゃってたんですが、結構あの、まあ、奇抜なことも突然発表したりとかしてひどいとか言って言われたりするんですけど、はい、もう私たちのこと本当にもう寝る間も惜しんで考えてくれてるっていうのを、うん、まあだんだんこう成長してくるにつれて分かってきたので、最初秋元さんのことひどいと思う発表とかも私もありましたけど、はい、でもこうやっていくうちに、ああ多分すごい本当に夜中まで考えて朝まで考えてで決めてくれたことなんだろうなっていう風にやってみて思うこともたくさんあったから、うん、今はもう秋元さんを信じてやってるって感じですかね。へえ、でも本当のお父さんですよね。そうですね、お父さんって感じです。あのそしてこの今サラサラは秋元さんが、はい、書かれている、はい、そうですね。でその他のカップリング曲は、はい、書かれているんですか。はい、私が作詞を3曲してるんですけど、はい、今回恋愛をテーマにして全部恋愛で、はい、いろんな恋愛感、いろんな恋愛をテーマにっていうので書いてみました、はい、私もこのカップリング曲のそれでも、はい、てんてんてんでね、この曲聴いた時に切なくなっちゃって、切ないですね、はい、それが多分一番こうちょっと切ない感じにしたくて、はい、今サラサラの切なさよりもちょっと大人っぽく、うん、ちょっとドロドロした感じに書きたくて書いてましたけど、はい、書いててあのスタッフさんとかと一緒にここの部分どうしようかとか相談しながら、はい、切ないわーってずっと言ってましたね。夜中とかに書いてたのでなんか暗い気持ちになりながら書いてましたけど、はい、あのもうお聞きの方はわかるかと思うんですが、はい、ぜひねまだ聞いてないよという方はこちらの歌詞をねぜひ、はい、チェックしてもらいたいですね、いただきたいなと思います、はい、では笠井智美さんイベントが決定しているということで、はい、ぜひ告知をお願いします。はい、今週の20日土曜日にメガウェブでミニライブ&お渡し会、そして次の日の21日日曜日に握手会が TFT300 というとこであります。はい、あとはまあ他にもいろいろイベントはあるんですけど、先で11月の15日にですね、私16日がお誕生日なんですけど前夜祭という感じで15日に東京の、恵比寿で、はい、なんていうんですかね、こうバースデーパーティーみたいな感じで、ライブだけじゃなくこう皆さんとなんか一緒に楽しめることみたいなのも考えているので、はい、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。詳しくはオフィシャルホームページを見てもらえたらどんどん新しい情報が更新されていくので、はい、ぜひチェックしてください。ぜひね、詳しい情報はサイトをチェックですね。はい、お願いします。はい、そしてですね、あのラジオネームアータンさんからもメッセージいただきました。ありがとうございます。あの今サラサラの発売ありがとうございますと最初にこちらこそありがとうございます。そしていよいよ明日は大阪でミニライブ&お渡し会ですね。はい、連日のハードスケジュールで体調崩してないですか。ありがとうございます。大丈夫です、元気にやっております。昨日がリリースで、昨日もあのファンの方と一緒にお話とかしてて、はい、なんかファンの人と喋ってると、うん、こう元気をもらうというか、はい、皆さんすごいこう
なんて言うんだろうな、フランクに喋ってくれるので、私もすごい友達みたいな感じで喋ってて、はい、もう顔見知りみたいな感じのファンの方たちなので、もう久しぶり、最近何してるのみたいな感じで話して、すごい楽しかったので、はい、元気たくさんもらって大丈夫だと思います。このまま突っ走ります。もうね、はい、笑顔も溢れていますありがとうございます。そして実際にね、はい、会えるイベントも、はい、今月もそして11月もあるということで、はい、ぜひ皆さんにはお出かけいただきたいと思います。お願いします。ということで、そろそろお時間となってしまいました。はい、ぜひリスナーさんに、そしてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、はい、そうですね、まあ、今回の今さらさらが発売されて、今回の曲はすごい切ない感じなんですけど、ポップに、はい、そして今回4枚目で初めてダンスも、ソロで初めてのダンスもやってて、あのサビではとっても簡単な振り付けも用意しているので、ぜひ一緒にこう歌って踊って楽しんでもらって、そしてまあイベントとかライブもありますので、ぜひ遊びに来てもらって、もっともっと私のことを知ってもらって、幸せな私の生活にプラスに、幸せな時間をください。よろしくお願いします。はい、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。それではですね、最後にもう一曲、はい、曲を聴かせていただいてお別れになりたいなと思うんですが、はい、曲紹介をそれではお願いします。はい、さっき言っていただいた私のカップリングの私が作詞してる曲です。聴いてください。笠井智美でそれでも。